体のどこにも異常はないのに目が覚めないんだそうだ。だからいつ頃から学園に来られるのかもはっきりしていない。重症なんですか？医者が言うにはこのような症状は稀にあるケースで、そのうちひょっくりと目を覚ますことが多いんだそうだ。私が知っていることはそんなところだ。心配だけど我々が心配して回復するもんでもないしね。これでいいかい？はい。明らかに不服そうだね。その他の状況は分かり次第すぐに知らせるようにする。他に質問は？寝ぼけているのよ、みっともない。子分だから何なのよ。文法めちゃくちゃよ。次は科学でしょ。早く科学実験室に移動しないと怒られるわよ。まだ寝ぼけてるの？
私、森本君を見ているから、神岡君、保健室の先生を呼んできて。偶然じゃないの？判断の材料になるものが何もないのよ。今そんな憶測を言っても意味ないでしょ。神岡くんじゃない
けじゃないんだけど、みどりちゃん元気？みどりちゃんって麻生さんのことよ。そうよね、私も3日前に会ったばっかりだし。あの、今日は図書室に何の用？何か調べ物？爪の通りの奥の書棚の向かって右側に植物コーナーがあるから。
どうしたの神岡くん。汗がすごいよ。なんでもないって、熱とかないの？